吉田さん、リピートの恐怖、またジャパネット高田からカタログが送られてきました。商品買おうとすると商品を知らなければなりませんよね。商品を売ろうとすると商品を知らせなければなりませんよね。だから商品を売るってことはお客さんの連絡先がわかる、しかも購入経験のあるお客様のことがわかるってことですから、こうやって次から次へとね、新製品のリリースが告知できるわけですよ。これっていうのは、私テレビ見ないんですけども、テレビを見ないからこそカタログっていうの効果がありますよね。テレビ見てるといろんな CM の中でジャパネット高田が選ばれるかどうかっていう競争がまずあるわけですよ。でもこうやって定期的に商品の情報、カタログを届けてくれる会社っていうのはジャパネット高田以外を置いてはあんまりないなと思うんですよ。つまり知らせ続けることができているか、特に商品売ったことがある、お金をいただいたことがある人に対してまたリピートを起こしていこうと思うと、セールスをリピートリピートしていくしかないですよね。で、ある商品を買ったってことはこっちも必要なんじゃないのっていうふうに考えることができるのは、まあ結構賢いことですよ。こうやって布団のカタログがあるんですけども、布団を買った人には敷布団、掛け布団、布団カバー、こういった関連商品が売れやすいってこともありますし、まあもしかしたらね、ベッドじゃないってことは布団を片付けたところにこたつや座椅子を置くかもしれないなと思ったら、いろいろ関連商品が続きますよね。私の場合はキングサイズのベッドを買ってるんですけど、ベッドっていうか布団買ってるんですけども、キングサイズの品揃えもあるんですよ。うまいですよね。で、クレジットカードも作らせようというね。最後には抱き合わせ販売、バンドルまであるという、だから商品を単体で見て前半の方を頭に入れたら、まとめて買うと安いですよっていうので、本当は1つか2つしかいらないのに3つか4つみたいなね、余計に買わせる、そんな仕掛けもあるということですね。すごいすごい、カタログもなんか有料級すごくピカピカピンピンです。売れるよねこれはね。